RQ-3 ダークスター RQ-3 ダークスターはロッキード・マーティン社とボーイング社が開発していた無人航空機である。ダークスターは1996年3月29日に初飛行したが空力的に安定しないことや費用対効果が悪かったためアメリカ国防総省は1999年1月に計画を中止してしまった。開発中は アメリカ空軍の無人航空機の分類でも最も高性能なティア3であった。当時、墜落事件で低性能に光が当てられ不採用になったダークスターにはダークスポットというあだ名が嘲笑的につけられていたと言われている。ダークスターは高高度対空無人機としてデザインされ、同時に敵に探知されにくくするため、ステルス技術も使われていた。 ダークスターは完全な自立システムを有していたため、離陸、目標までの飛行、センサーの操作、情報の伝達、機関飛行、着陸すべてを人間の遠隔操作なしに行うことができたが、人間が無線や衛星中継で機体の操作をする機能は残されていた。さらに、広角センサーとレーダーのどちらかを搭載して、それによって得たデジタル情報を衛星中継で地上に、 送信することが可能であった。RQ-3 ダークスターの最初の試作機は1996年3月29日に初飛行に成功したが、同年4月29日に行われた2回目の飛行で、離陸直後に墜落してしまった。その後デザインを変更して安定性を高めた RQ-3A が製作され1998年6月29日に初飛行し、 計5回の飛行に成功した。RQ-3A はさらに2機が製造されたが、計画がキャンセルされたためこの機体が飛行することはなかった。製造された3機の RQ-3A は現在、ワシントン州シアトルの飛行博物館で翼を休めている。ワシントン州シアトルの飛行博物館に展示される。 RQ-3A Darkstar 1999年1月28日に開発計画が終了した Darkstar だが、Aviation Week and Space Technology 誌の2003年4月の記事に Darkstar がブラックプロジェクトとして開発が継続されているという情報が記載された。記事によると、機体の規模や能力が強化された Darkstar が開発され、 2003年のイラク戦争で実戦投入されたとのことだが、記事の裏付けはなく事実であるかは不明である。関連性は不明だが、普及の自由作戦には、同じく全翼機型の無人偵察機 RQ-170 センチネルが国費で開発、投入もされている。上から見たダークスター飛行博物館のダークスター、ありがとうございます。